皆様こんにちは。この映像はオンラインでお楽しみいただける日産リモートプレゼンテーションです。あたかもギャラリーでご覧いただいているかのような感覚になれるカメラアングルで注目の車をご紹介します。どうぞ最後までお楽しみください。他がやらぬことをやる、それが日産の DNA です。日産は電気自動車の可能性にチャレンジし続け、誰よりも早く EV の未来を切り開いてきました。私たちは今までにない革新性であなたを未来へと導き、あなたの人生をワクワクさせます。ご覧ください。電気自動車になった日産の軽サクラ。日産は電気自動車をさらに身近な存在にしました。日産サクラには今までの軽自動車にはなかった新たな価値が詰まっています。どんな価値でしょう。まずあなたの日々の移動をもっと楽しくしてくれます。踏み出した瞬間に感じるスムーズで力強い加速、交差点での右折、高速の合流、上り坂など素早くスムーズに走り出したいシーンで頼りになるのが EV ならではの力強く突き抜ける加速、余裕のある走り。小回りが利き、思いのままに加速するのであなたは自信を持って運転できます。バッテリーを床下に配置し低重心化することで段差などでの揺れや衝撃を抑え、軽自動車離れした快適で安定感のある走りを実現。あなたはもっと出かけたくなります。ドライブモードはエコ、スタンダード、スポーツというシーンに合わせた3種類を設定。さらにアクセルペダルだけで思い通りに加減速でき、ペダルの踏み替えが少ない E ペダルステップによりあなたは運転がより楽しく楽になります。電気自動車ならではの圧倒的な静かさも今までの軽にはなかった新たな価値です。驚くほど静かなキャビンであなたは心安らぐ時間や好きな音楽、大切な人とのおしゃべりを心ゆくまで楽しめます。日産サクラは車と共に過ごすあなたの新しい日常にそんな新たな価値を提供します。さらに日産サクラがもたらすのは手間なく素早く効率的でスマートなライフスタイルです。自宅で手軽に充電できるのでガソリンスタンドまで出かける手間もかかりません。車から降りたらすぐに充電ができるよう充電ポートを運転席側の後ろに配置、リッドを開いた際にはライトが点灯、暗くても安心です。クラストップレベルの荷室空間も魅力です。広い開口で大きな荷物もスムーズかつスマートに乗せられます。さらに日産が誇る先進運転支援技術が様々なシーンであなたをサポート。例えば高速道路での長距離走行や渋滞時のストレスはプロパイロットが負担を軽減、狭い駐車場での面倒な駐車操作もプロパイロットパーキングで指先だけで操作完了です。その他数々の先進運転支援技術、360度セーフティーアシストを搭載。車の全方位を見守りながらあなたの毎日のドライブを安心安全に支えます。他にもあなたと車がスマートフォンでつながるコネクテッドサービスなど生活の質を高めるさまざまな先進装備が快適な EV ドライブをあらゆるシーンでシームレスにサポートします。いかがですか。日産サクラはあなたのライフスタイルを効率的でスマートにサポートすると同時にあなたの気持ちにいつも余裕を与えてくれます。ご覧のように日産サクラは次世代 EV らしい先進的で洗練されたデザインも魅力です。シック&アドバンスドをコンセプトに落ち着いた大人の雰囲気を感じさせるデザインに仕上げました。フロントビューはシンプルでありながら力強い美しさと EV ならではの先進性を感じさせるクリアブラックシールドを採用。
特徴的な三眼ヘッドランプやシグネチャーランプ、鮮やかに輝くエンブレムが一層先進感を際立たせます。サイドビューには静けさと躍動感を内包しています。日本の美意識を感じさせる水引きデザインのアルミホイール、水引きをモチーフとしたデザインはフロント、リアバンパーなど随所にあしらわれています。ルーフサイドには桜の花を連想させるピンクゴールドのステッカーをあしらいました。それら精緻な失礼が伝統的かつ先進的な印象を与えながら、凝縮感のあるボディを上品に彩っています。リアビューはエレガントな佇まいです。バックドアを横断するロングタイプの LED リアコンビネーションランプを軽に初採用。バックドア全体を美しく輝かせ、後ろ姿に大人の余裕を感じさせます。日産サクラのエクステリアは見つめるだけでキュンと胸が高鳴るような、日本の美を感じさせるスタイリッシュなデザインです。インテリアもご紹介しましょう。日産サクラの室内はこれまでの軽にはない上質さに心ときめく大人のプレミアム空間です。質感にこだわったファブリックのインストパネル、高級感を演出するカッパー色のフィニッシャー、カップホルダー下やドアトリム下にあしらわれた水引きデザイン、細部にまで散りばめられたこだわりが室内を心地よい和モダンな雰囲気に仕立てています。2つのディスプレイを水平にレイアウトしたインターフェースディスプレイは、見た目の美しさだけでなくドライバーの視線移動に合わせた形状にすることで情報をより取得しやすくなっています。充実の収納スペースは日常使いを考慮し、使いやすさを追求しました。またインストセンターのスライドカップホルダーやロアボックスには桜の花びらの模様をさりげなく施すなど、収納スペースにまでも細やかな気配りと美意識が行き届いています。なおボディカラーは四季の彩りに包まれるシーズンズカラーをはじめとした全15色をラインナップ。インテリアカラーは3タイプをご用意しています。これまでの軽自動車を超えるワンランク上のデザインと品質を実現した日産サクラ、どんな時もこの車と一緒に過ごしたくなる、あなたにそんなワクワクをお届けします。日産サクラの魅力、今までの軽にはなかった新たな価値の一端をご紹介してまいりましたが、いかがですか。これらがもたらすのはあなたの毎日の気分をキュンとときめかせてくれるような体験です。日々の移動をもっと楽しくしたいと思いませんか。効率的でスマートなライフスタイルに惹かれませんか。新しいものを取り入れ、一歩先行く人になってみたいと思いませんか。そんなあなたのパートナー、日産サクラで新しい毎日を始めてみませんか。さて、こちらのギャラリーでは今後日産サクラにご試乗いただける予定です。準備が整い次第、当ギャラリーのホームページに掲載します。また私たち日産 PR スペシャリストが日産サクラについて皆様からの質問にオンラインでお答えするリモートトークも実施いたします。詳細は当ギャラリーホームページをご覧ください。本日は日産リモートプレゼンテーションのご視聴ありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちしております。